どうも、ドーゾルです。はい、ということで本日もこちらクラッシュライアルお送りしていきたいと思います。さあ、ということで今日はですね、新ユニットのロイヤルホグ、こちらをね、増殖してまいりました。やっぱり増殖チャレンジ、新ユニット来たらね、やっとかないといけないというところで、今回も相方にですね、増殖研究家のこの方に来ていただきました。どうも、増殖研究家者のエメドラです。よろしくお願いします。第一声で噛むのやめてもらっていいですか？はい、最近エメさんは増殖チャレンジの時しか僕のチャンネルなかなかね、はい、出てこないんですけれども、はい、まあ、増殖チャレンジといったらやはりドゼエメだろうと。そうですね。いや、今回あれじゃなかったですか、その、うん、いつもはジャイアントでユニットの攻撃を受け止めながらいい感じにやっていくんですけど、うん、今回ジャイアント無視するんで、この豚。そうなんですこの豚マジで。だからちょっといつもと違ってフリーズで固めたりね、はい、しながらうまく工夫して増やしていったんで、めっちゃ増えましたよね。めっちゃ増えました。思ったより、想像より増えたんで、はい、実際のじゃあ映像の方をご覧ください。どうぞ。ソロ行きましょうか。いや、行きましょう。ホグ出して、今回あれですよね、はい、フリーズをもうね、そうなんですよ、早い段階でどんどん出していくスタイルで、はい、さあ、豚さん来た、やば。いや、もうフリーズ打たないで、これ行きましょう。フリーズ打って、豚さんがうまくエリポンをむさぼってる間に、はい、フリーズ、どん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 フリーズで、攻撃力やばくないですか、これ。やばい。やば、フリーズ。よし。いや、でもだいぶいい感じ、今回フリーズ決まった。オッケーオッケーオッケー。結構止まったっしょ、これ。これどんどん増やしていきますよ。もう一回かけたい、頑張って。もう一回。さあ、いい。増えてる。すごい、やば、やば。めっちゃ増えた。クローンが大変だ。あー、もうちょい。あー、無理か。おー、すごい。やば、これ来ましたね。これは来ましたね。はい、100匹ぐらいいるんじゃないですか、リアルに。2万匹ぐらい。リアルだと100匹ぐらいかもしれないですけど。この毎回の謎、嘘がね。というところで、はい、今回ロイヤルホグをね、はい、増殖してまいりましたが、はい、まあ、いつもと違う感じで面白かったですね。そうですね。巨大ユキノは増殖できないんで。もちろん。また次、新ユニットがもし来たら、頑張りましょう。この増殖チャレンジやっていきたいなと思います。はい、で、今回、あれなんですよ、クローンが広くなって、かなりやりやすくなりました。あ、なるほどですね。はいはい、クローンがこういっぱい範囲広がるんで、はい、増殖チャレンジもしかしたら最高記録今後もね、出せるかもしれませんので、はい、今回面白かったという方はグッドボタン、そしてコメントよろしくお願いいたします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。